こちらまず半分に切ってください。こちらの芯の部分をこう V 字にこう入れていただいて、でこれをこう取ってください。でこの部分はもういらないので捨ててください。で切り方なんですが、こっちの方向にまず縦に入れてください。こうですね。でこれであとはこう縦に切ったら次こう横にしていただいて、これはあとはこうざっくりとこんな感じですね、切っててください。こんな感じで、でちょっと切りづらいなって思ったらこう分けていただいて、でこんな感じで切ってても構いません。こんな感じで、これでざく切りの完成となります。こんな感じでね、こんな感じでざっくりと、でもうちょっと大きめに切りたい人は大きめでもいいですし、もうちょっと細かく切りたい人は細かく切ってもらっても構いません。もう使う料理によって変わってきますので、そちらはね、その時によって、大きさを変えていってください。今回は以上です。よかったらまたチャンネル登録などお願いいたします。どうもありがとうございました。